おはようございます。おはようございます。やブートキャンプが支持されていることは、犯罪に対するアメリカ国民のフラストレーションの表れと言いそうです。今のアメリカ人には効果があるかどうかより、刑が厳しければ厳しいほど安心するという気持ちがありそうです。私たちは犯罪の構造の中で冷静さを失い始めているのかもしれません。ディズニーズアメリカは金の卵なのか歴史への冒涜なのか、この問題が片付かないことには工事は始められません。遊園地のオープンが予定よりかなり遅れることは間違いなさそうです。世界ジュニア選手権のために特訓中だということで、将来オリンピックへの出場を目指しています。 But now I think we're ready to be recognized as Olympic athletes. We're all really professional and getting into the sport and it's going pretty good, so. 以前からの愛好者の中にはオリンピックや国際競技ではこのスポーツが本来持っている自由さを損なってしまうと心配する人もいますが、若者たちはもはやスノーボードを単なる娯楽とは捉えていません。スノーボーディングはアメリカのスキー業界の運命の担い手です。人々は今このスポーツが人気をつかみ、長野オリンピックの組織委員会がオリンピックの正式種目に認めてくれることを期待しています。